渦のことは任せた。新たな国、純真を助けねば。まさかとも。ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。あれこそが敵。人殺しの肩を持つか。話すだけのはず。これでな。約束なされた。一族の。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。政子殿、二度と刃を向けぬよう。
わかった。約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。ジン、こっちだ。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。おったぞ。どうか命だけは。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。